皆さんこんにちは。 NGO 世界を見つめて司会進行を務めます認定 NPO 法人 Dialogue for People 代表理事、そしてフォトジャーナリストの佐藤圭です。いつもはですね、オープニングは2人で鎌倉さんと行わせていただいてたんですけれども、今回はちょっと寂しく1人でのオープニングとなっています。こちら NGO 世界を見つめてはですね、毎回日本の NPO や NGO で働いている方をゲストに招いて、現地での活動やゲストの方の思いを聞いていく、そうした番組となっています。そしてこの番組ですね、なんと今回で10回目を迎えました。そしてこの10回目を記念するスペシャルゲストを今日はお招きしております。では早速お呼びしていきましょう。認定 NPO 法人エファジャパンの海外事業担当、鎌倉幸子さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はこっちから参加してます。まあ、今日は鎌倉さんのですね、エファジャパンの事業担当としての姿を皆さんにもじっくりと見ていただけたらなと思っています。で、早速なんですけれども、背景がどこかちょっとこうカンボジア風というか。そうなんです、カンボジア風というか、はい、カンボジアに今おります。はい、あ、今現在カンボジアにいらっしゃると。どちらにいらっしゃるんですか？今ですね、カンポートという、はい、ところにいまして、はい、で、首都のプノンペンから約120キロほど、まあ、南に行ったところにある、はいはい、村というか、はいはい、一緒に仕事しているカウンターパートのオフィスにいます。はい、時差が2時間ほどですよね。ちょっとだけ外の様子って見たりとかってできますか？ちょっと明るい背景が気になってしまい、なかなかこうコロナ禍でこう海外にも行けないので、あー、見えてきました、畑があって、スタッフの方々ですかね。こんにちは、日本で収録をしております。はい、いやー、すごい素敵なところですね。緑も深くて、ココナッツが有名です。ココナッツが素晴らしい。そちらは暑いんですか？暑いですね、今34度、はい、あ、30度超えてるんですね。こんにちは。ハロー、ハロー、 I'm Kei Sato from Japan. After beforeYou go to Comport, I will introduce our chicken rising place. OK.、Yeah. なんかこの番組のためにでもあれないんですけど、はい、ここの団体障害者支援をしてるんですが、はい、なんかやっぱりなんか生活をちゃんと正すためにというか、はい、してもらうために養鶏とか鳥を飼ってたりするんですよね、はい、職業訓練として。なんかそういう動画も後で見せますみたいな話をしました。あ、ぜひぜひです。そちらでさまざまな事業施設はお忙しいことと思いますが、今日はですね、このエファジャパンについてもじっくりとお話を伺っていけたらと思います。はい、では早速なんですけれども、こちら認定 NPO 法人エファジャパンが活動を始めた経緯、そして団体の概要などを鎌倉さんの方からご説明よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。じゃあまず認定 NPO 法人エファジャパンの説明をさせていただきたいと思います。実はですね、エファジャパンロゴとこのビジョンが去年新しくなりました。で、上の子ロゴがなんか子供とお母さんに見えたりとかするんですけど、なんかまず大きさが違うのはちょっと多様性をちょっと示したいということと、あとこれ無限大を表すこのマークのロゴになってます。で、ここにある通りですね、まあ、どんなところに生まれても、まあ、全ての子どもたちが可能性と創造性を発揮し、自分物語が描ける社会にというのをビジョンにしてます。本当に誰かの物語の中に入るのではなくて、その一人一人の子どもたちの可能性を、まあ、自分で見出してですね、なんか自分の人生、自分の将来を自分でこう描ける、そういう社会にしたいという願いを込めてこのビジョンを設定しました。もともとは自治労という、まあ、公務員の労働組合ですね。で、その方たちが、まあ、40周年の時に、まあ、本当にこう日本だけではなくて、やっぱりこう世界に目を向けようということで、まあ、貧困や暴力に苦しめられているアジアの子どもたちのために、このアジア子どもの家というものを設立したところからスタートしました。で、それからはですね、この自治労と、まあ、現地の団体が、まあ、共同してやってたんですけども、もうエファジャパンを設立して、そこが以後、この事業を、まあ、やると、主体的に行うということで、まあ、設立された団体です。なんで、まあ、何年にできたのって聞かれたら2004年と答えるようにしております。はい。で、ここに地図
にありますように、今、カンボジアだけではなく、ベトナムと、あとラオスですね。この3カ国で事業を展開しております。で、もともとですね、教育だけではなくて、福祉の分野にも、まあ、目を向けていこうということで、これらの事業を実施してます。ただ、教育福祉の事業をやるだけではなく、一番大切なのはやっぱり多文化共生だったり、なんか認め合い、高め合う社会の実現だなと。なんかこう、事業だけやるのではなく、まずはこの、なんか包括的にカバーされているような感じになってますけども、まずはですね、この様々な違い、価値観、文化に触れて、まあ、認め合い、高め合っていく、そういうプログラムをまあ創出するということが、まあ、前提にありまして、でそれにまあ教育と福祉、教育でしたら、まあ、アジアの子どもたちの自立支援、あと生きる力を開花させるという視点、そして福祉でしたら、まあ、障害がある子どもたちが安心して過ごせる環境の中で自分らしく自信を持って成長して地域のロールモデルになると。で、この視点をですね、三本柱としながら様々な事業を行っています。で、後でお話しますけど、今私がちょうどカンポートという、まあ、カンボジアのですね、首都から、まあ、ちょっと離れたところにいるんですけども、まさにこの障害がある子どもたちで、なかなかやはりこう格差がまあ広がる中でですね、教育を受ける機会がなかったりとか、まあ、そういう中で、まあ、少しでも自分らしく自信を持って成長する、そういう環境を一緒に仕事している、今、ちょっと動画にも映りましたけども、まあ、CADDP という団体のみんなと作り出していこうということで、事業を行ってます。ありがとうございます。まさにそのマークにあるように、さまざまな方々の多文化、多様な生き方を認めようという活動をされているということで、現地にいらっしゃる方々の笑顔だったり、初めの表紙で見せていただいた女の子の写真を見ても、すごくこう、ほがらかな活動をされているなと感じました。で、このエンパワーフォーオールの頭文字を取ってエファということなんですね。そうなんです。はい。はい。そうなんです。なので、こう、子供だけとかいうことではなくて、まあ、子供が生きやすい、こう、社会を作るために、こう、福祉であったり、こう、共生社会のことにも、こう、授業を行っているということだということです。はい。はい、ありがとうございます。では、ここからですね、より詳しく活動についてお話を伺っていけたらなと思うんですけれども、エファジャパンさん、ベトナムやラオス、カンボジアなどで、教育福祉に関しての活動をされているということですけれども、こちらもパワーポイントをお見せいただきながらご説明いただけますでしょうか。はい。ありがとうございます。ちょうどですね、私、今、カンボジアに2月の3日から出張してまして、はい、でちょっと私が関わってるプロジェクトをちょっと中心にお話ししつつ、他の3カ国でもやってる事業についても触れていきたいと思っております。で実はですね、カンボジアといっても本当実はさまざまなところで事業を行っております。今カンポートという南の方にいるんですけども、実はプレアビヒアという本当にタイの国境沿い、まあ、カンボジアの北の端のプレアビヒアと南の端のカンポートをやっているというような感じになってます。で、ちょうど私がこの前行ってきたですね、プレアビヒアの事業です。で、まあ、プレアビヒアというのは本当にもう内戦の歴史が、まあ、最近までというか結構、深く刻まれているところです。で、結構ポルポト時代っていろんな方聞いたことがあるかと思います。1975年から、まあ、79年まで、まあ、約4年なんですけど、カンボジアの人はもう4年とは言わないですね。3年と8ヶ月と20日間と、もうはっきりその期間を覚えてます。で実はですね、このプレアビヒアというのは、まあ、そういう内戦の激戦地だっただけではなくて、最後じゃあ79年にポルポト派がパッタリといなくなったかというと、実はジャングルに潜んでですね、まあ、政府軍との、まあ、戦闘を1998年、まあ、最後ポルポトが亡くなるまで、ね、続けていました。でプレアビヒアはタムックというやはりこうすごい有名な将軍がですね、実は治めていた地域ということで、なかなかこう中からプレアビヒアに入るっていうことがですね、大変難しい地域でした。私も1997年から2007年までカンボジアにいたんですけども、なんかプレアビヒアに行くよっていうとですね、行かない方がいいと、プレアビヒアは地雷マラリアポルポトだって言われた、なんかそんなところです。で今でも実はもう道が本当に整備されてなくて、で小学校も全然足りてない、なんかそういうところでですね、事業を展開してます。とはいえ、名前はいいんですよ。プレアっていうのは神聖なとか神。で、ビヒアっていうのはまあ正義という、本当に綺麗な素敵な名前なんですけども、実は本当にこう内戦の傷跡、また地雷もですね、まだまだありますので、そういうのが刻まれているところです。で、まあちょっと私たち、実はですね、プレアビヒア、小学
校とか中学校がないですね。こう各村にあるかといったらそうでもなくて、例えば首都プノンペンだと、まあ、小学校の数164校あって、だいたい4キロ、平方キロメートルに1校あるんですけど、まあ、プレアビヒアだと60キロ平方メートルに1校しかない。で、小学校も60キロ平方メートルだったらね、なんか、すごいやっぱり遠いので、やっぱり通わせないと。あと、中学校の数になると、まあ、プノンペンだと10平方メートルに1校あるんですけど、まあ、プレアビヒアだと215キロ平方メートルに1校しかないということで、まあ、大抵はですね、本当にまあ小学校も行かせられない。で、上がったとしても中学校まではもうアクセスがちょっと難しいというのが、このプレアビヒアの特徴かなと思っております。で、ただですね、とは言いつつ、ここで生まれた子どもたちが何も学ばず、じゃあ人生を送るとですね、やはりこう商売がうまくできなかったりとか、やはり土地を騙し取られちゃったりとか、あと子供を売られてしまう、契約書が読めなくて、でサインしたと思ったら子供が連れてかれてしまうとか、なんかそういう被害がですね、やはり後を絶たない中、まあ、最低限の文字の読み書き、あと計算をしっかりと伝えたいなと思って授業を行っております。で、まずはですね、このやはり保護者が育てられなくなった、まあ、子供たち45人を、まあ、ここの児童保護施設でですね、育てるというような事業を行っております。で、ここはですね、やはり今コロナでちょっとなかなかタイには行けないんですけど、タイの国境なので、両親がもうタイに出稼ぎに出てしまって、で、子供を置き去りにするとか、なんかそういうこともありますし、あとやはり、まあ、国境地帯だとドラッグだったりとか、まあ、様々な問題で、ちょっと親に、まあ、暴力を振るわれて、もうちょっと、住めないというか、そこにいられない子供を、保護して、で、ここで寝る場所とかですね、食べ物とかを提供して、まあ、学校に通ってもらうというような、まあ、事業を行っております。で、こんなようにですね、本当に自給自足生活というか、子供たちも自分たちでできることは自分たちでということで、なんか畑をやったりとか、あと料理も全部やってます。はい。で、あと学び続けられる環境ということで、まあ、ここの町はですね、中心地、県庁所在地ではないんですけど、ちょっと大きめな町でですね、中学校とか高校もありますので、まあ、ここからですね、まあ、学校に通ってもらうというようなことをやっています。まあ、子供時代を子供らしく生きるっていうこと、まあ、それがですね、自分物語を描くことなのかなと思いながら、はい、やっております。で、実際ですね、なんか子供たちの声というのも届いてます。まあ、文房具とか制服のちょっとプレゼントもしてるんですけども、まあ、本当にですね、将来のために一生懸命勉強したいと思ったとか、でも、やはりこう、ね、自分の村に悲しい思い出とかもすごい多いんですけども、やっぱり将来は地域やそこで暮らす子供たちがより良い生活を送れるようになるために先生になりたいですというような声も届いております。また、ここのプレアビヒアの授業は CKA、SCAP という CKADP という団体と一緒にやっています。で、本当にこの、イムソカリーさんという代表の方なんですけども、実はずっとですね、プノンペンのストリートチルドレンの子どもたちへの支援を続けてきて、で、まあ、プノンペンもやってるんですけど、やはり国境地帯が大変ひどいということで、まあ、国境での活動をやってます。本当にですね、なんか生まれた子どもたちがどこに住んでも、まあ、読み書きができるようになってほしいと、教育だけが世界を変えられるという信念を持っているという、本当に強い思いを持った、ビッグマザーとか呼ばれてるんですけど、本当にお母さんだなと思って、逆に私とかは、ね、ソカリーさんとか、あと、今一緒にやってる、皆さんと出会うことですごいこう学びと力をもらってるなと日々感じながら授業を行ってます。ありがとうございます。こう名前と顔がこう見ながらですね、お話を聞けることで僕たちをまた身近に感じることができています。で、今までカンボジアの事業についてお話しいただきましたけれども、その他の国々の海外事業などもここでご説明いただけますでしょうか。はい、ありがとうございます。先ほどベトナム、ラオス、そしてカンボジアで事業をやっていると、はい、お伝えしましたので、その各国でやっている事業についてお話しさせていただきます。まずベトナムですね。ベトナムはこのアジア子どもの家奨学金事業という中学生、まあ、小学生中学生に奨学金を提供するという事業を行ってます。で、ベトナムもですね、やはり経済発展がかなり進んでいて、まあ、開発
の、まあ、支援とかはどうなのかというような、まあ、話もあるんですけども、やはり、まあ、光が強くなれば影も濃くなるという感じでですね、やはり、まあ、経済的に困窮する、まあ、状態の子どもがいることには変わりないということで、まあ、70人の子どもたち、毎年ちょっと数は変わるんですが、だいたい70人前後の子どもたちに、まあ、奨学金と文房具を配布するという、はい、活動を行っております。で、ここからカンボジアの、はい、話に入ります。で、先ほど紹介させていただきました、まあ、児童保護施設ですね、プレアビヒア州でが45人の子どもを育てていますが、やはり首都プノンペンで、まあ、ストリートチルドネンになる手前で保護された子どもたちをこのセンターでやはりこう住み込みをしてもらいまして、で、まあ、食事とかここでしながらですね、学校に通うというようなお手伝いを、はい、しております。で、やっぱりこう なんか児童保護施設の子どもたちってね、もういろんな体験とかされていて、もう、なんだろう、自分を殴る大人しか知らないとか、なんか大人って自分を騙す人間なんだ、みたいな思いがある中で、あ、なんかこの世界に安心して自分がいられる場所が存在したっていうことを初めて知った、みたいな、なんかそんなお話も聞くときにですね、あ、そういう場所一つでもやっぱり作っていきたいなと思って、はい、活動をやっております。はい、あと、まあ、プレアビヒアもですね、3人の中学生になんですけども、奨学金を提供しております。先ほどちょっと見ていただいた通り、やっぱり中学校まで距離がかなりありますので、特に女の子とか下宿させてまで中学校のある村にちょっと送りたくない。で、それはなんか女の子だから教育をっていうよりは、中には安全面ですよね。親元離れて女の子が一人でどっかの下宿に暮らして、何かいたずらされたらもう大変になるということで、まあ、進学を諦めるという子どもたちをこの児童保護施設の寮に寝泊まりしてもらいながら、まあ、奨学金を渡してですね、中学校に通ってもらうというようなことをやっております。はい。で、次はですね、またプレアビヒアなんですけど、まあ、小学校がない村っていうのもあるんですよ、やはり。で、もう、そうだと子供たちもどこにも通えないみたいなことになってしまうので、その村人が作るコミュニティセンターっていうのがやっぱりあるんですよね。なんかプレアビヒアってやはり内戦があれだったのか、立派なお寺、カンボジアってお寺がすごい立派なんですけど、なんかプレアビヒアってお寺もさほどないイメージがあって、でもこういう木造のですね、コミュニティセンターみたいなのを、まあ、お金を出し合って作って、なんか満月の日とかにはお坊さんを呼んで読経したりとかしてるんですが、そのセンターをちょっと使わせてもらいまして、この読み書きの授業を提供するということをやってます。今5つの村の380人ですね、まあ、去年今年にかけては380人の子どもたちを、このセンターで勉強してもらうというようなことをやっております。はい。あと最後、ラオスですね。東京にも東京都立図書館って、広尾のところにあって、私もよく調べ物とか、やっぱり行くんですけども、エファーはですね、ラオスの首都、ビエンチャンなんですけど、このビエンチャン都立図書館の支援を行っています。実は都立図書館の建設の支援、ゼロから図書館を作るというお手伝いをさせていただいております。それが15年前なんですけども、まあ、今でもですね、本の購入ですとか、のトレーニングとか、そういう感じでのお手伝い、というのをしております。また都立図書館だけではなくて、まあ、8校のですね、小学校に図書館を作る、図書室を作るというような授業も行ってます。あとラオス最後なんですけども、図書館に行くと、なんか K さんもこう調べるときにコンピューターで検索して、なんかこんなこと調べたいとか言ったら、こう本がのリストが出てきて、それでじゃあ、取りに行くかとか、カウンターでお願いすると思うんですね。でも実はラオスって、まだこの検索のコンピューターを入れてる図書館が2つしかないんですよ。なんか、県立図書館が11個あるのに、実は2つしか入ってなくて、で、未だにノートにですね、本を変え、のタイトル変えたり、あと昔こうカードで、若い人ちょっと知らないと思うんですけど、なんかこうカードで読みたい本を探したりとか、まだそのレベルで。で、やっぱりそうなるとなかなかすぐ情報がたどり着かなくて、なんか図書館嫌いになっちゃうとか、なんかそういうこともあり得るかなという中でですね、この今年はですね、この2つの図書館にこの検索システムを導入するという、はい、
こともやりました。いや本当にノートで、ね、本の貸し借り書いてて、あれなくなったって言ってもどうなくなって誰が借りたかまた調べるのも大変で、まあ、それが図書館員の方もかなりの負担になっているので、ちょっとそれを軽減しようというところで、はい、やっております。なんで結構ラオスは図書館が中心の事業で、カンボジアは例えば児童保護施設の子どもだったり障害がある子どもたちへの事業で、ベトナムも、まあ、あの経済的に困窮している子どもたちへの奨学金の支援というような形でやっております。ありがとうございます。まさにこう草の根のエンパワーメントを行っているということで、うん、本当にイムソカリーさんが先ほどおっしゃっていた言葉のように、教育こそが世界を変えられる、その草の根の活動をどんどん広げていらっしゃるんだなということが今のご説明から分かりました。前半がですね、もうこれで時間がちょっと迫ってしまいましたので、こちらで一旦前半を終了させていただこうと思います。そして次回後半ではですね、鎌倉さんがせっかく現地にいらっしゃいますので、この現地カンボジアでのプロジェクトについてより詳しくお伺いしていき、いきたいと思っています。鎌倉さん、次回もどうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。それでは皆さん、また次回の NGO 世界を見つめてでよろしくお願いいたします。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録やご評価をいただけますと幸いです。またこのチャンネルは皆様のご寄付に支えられております。ご支援ご協力よろしくお願いいたします。